こんにちは、マカロニです。早速、視聴者様から情報をいただきましたので、皆様にそれを共有したいと思い、本動画を作成しました。前回の動画で、プレステ4のエアフローについて、想像とはいえ、誤りがあったことを、お詫び申し上げます。今回は、蒸気加工イベントにおいて、プレステ4のエアフローを図解で解説されている記事があり、それを参考にして、再度プレステ4のエアフロー図を作成、プレステ4とプレステ4プロの違いもありますので、あくまで予想であり、イメージとして捉えていただければ、幸いです。そしてプレステ4を再考察した上で、プレステ5、エアフローも、再考察する、図を作成しましたので、お時間ありましたら、最後まで動画をご覧ください。早速ですが、まずプレステ4について、この図のような、技術解説がされておりました。冷却ファンに全ての外気が集まるように、設計されたダクト構造で、一箇所に集めてから、ヒートシンクを介した上で、背面へ排熱する。背面のみの排気が、正解だったようです。見てもらえばわかりますが、上部からの輸入経路が長く、小さなファンで全ての吸気を担っていたため、どうしても高回転になりがちで、パワー不足もあり、今回は、大口径化が図られたのではないでしょうか？プレステ4の時は、ヒートシンクの後ろあたりに、ホコリが大量に溜まっていて、それらを掃除すると、ファンが、とても静かになった経験があります。これも、後で紹介する、ダストキャッチャーが、実装される、大きな要因となったのではないでしょうか？さて、次は、再考察したプレステ5のエアフローをご覧ください。こちらが、ファンに一括吸気した上で、ヒートシンクを介して、背面へ排気する予想図です。プレステ4同様に、背面のみの排熱だとすると、このようになるのではないでしょうか？これを見て、改めて気がついた点は、ファンまでの吸気経路が短く、ヒートシンク後の排気経路も短くなったことです。プレステ4の時は、ヒートシンクが本体中央付近にあったため、背面排気口までの距離がありました。そこによく、ホコリが溜まっていたのですが、プレステ5ではホコリが溜まる場所をうまく潰した、と言えるのではないでしょうか？排気側よりも吸気側の方が、経路が長いので、そこには、今回の超目玉、ダストキャッチャー、2箇所、図中、緑色部分、これらが大活躍しそうな予感がします。ダストキャッチャーの位置は、分解映像、参考にしてます。なので底面からのダクトは、その部分を通るかも？まあ、底面からも吸気かどうかはわかりませんが。プレステ5の改善点、今回もまとめますと。1、ヒートシンク後のホコリ溜まりをなくした。2、吸気経路の長さを短くし、ファンの効率化。3、長い吸気ダクトにはダストキャッチャー装備。以上により、ホコリによる冷却効果低下を防いだ。というのが期待の持てる内容ではないでしょうか？今回は以上となります。意義のある情報を教えていただき、ありがとうございました。チャンネル登録300人ありがとうございます。次は400人目指しますので、チャンネル登録とベル通知音をお願いいたします。リクエストも待ってます。